和田は奥さんがいるのにもかかわらず阪神の優勝旅行で不倫相手を連れて行った。和田は不倫相手とのメールが暴露されて文末にチュッなどと恥ずかしい言葉をつけている。その後阪神ファンから俺にもチュしてくれやなどとヤジが飛ぶようになった。その他にもよっ下半身タイガースとえげつないヤジも飛んでいた。息子に愛しいパパおはようチュッと言われて殴った噂がある。奥さんは不倫相手に対して卵子が減少する前にいい相手を見つけて結婚した方がいいと言い放った。